脳法性繊維症膜コンダクタンス制御因子は、脊椎動物に存在する膜タンパク質かつ塩素チャンネルであり、CFTR 遺伝子にコードされる。CFTR 遺伝子は、ABC 輸送体系の4チャンネルをコードし、上皮細胞の細胞膜を越えて塩化物イオンを透過させる。塩化物イオンチャンネル機能に影響を与える CFTR 遺伝子の変異は、肺、 水臓などの器官の上皮を覆う液体の輸送の調節異常をもたらし、脳放性線維症を引き起こす。合併症としては、高頻度の呼吸器感染症を伴う肺粘液の粘性の増加や、水臓の機能不全による栄養不良や糖尿病などが挙げられる。これらの症状は慢性的な障害や寿命の短縮につながる。男性では、 発生中の性患や清掃状態で、肝内分泌の異常による閉塞と破壊が進行し、先天性性患欠損傷や男性不妊の原因となるようである。7番染色体上の CFTR 遺伝子の1人の CFTR をコードする遺伝子は7番。 染色体長1931.21億1690万7253番から1億1 7 9 5955番の塩基体に位置する。CFTR のオルゾログは顎工場図名に存在する。動物の CFTR 遺伝子は各 DNA の系統遺伝学的マーカーとして利用される。この遺伝子の長大なゲノム配列は哺乳類の使用な グループの系統学的関係の探索に用いられ、有体万類の異節上目、アフリカ獣上目、ローラシア獣上目、新種月上目という4つの大きなグレードへの分類を確証した。脳法性繊維症を引き起こす変異は1000種類近く記載されている。最も一般的な変異は、デルタ F508 であり、3つのヌクレオチドの血質によって、 タンパク質の508番目のアミノ酸であるフェニルアラニンが失われる。その結果、タンパク質は正常なホールディングが行われず、より早く分解される。他の大部分の変異の頻度は低いが、変異の分布と頻度は集団によって異なり、遺伝学的スクリーニングやカウンセリングに影響を与える。病気の原因となる変異の数が多いため、 CF のすべての患者を対象とした治療薬の創出は困難である。広範囲に作用する薬剤候補のスクリーニングを行うためには、理想的にはすべての変異体に対応する細胞株と細胞ベースの圧生のライブラリーが必要となる。各変異体に対応するクローン細胞の検出、管理には蛍光オリゴヌクレオチドシグナルプローブなどの 細胞工学的手法を用いることができる。変異には CFTR 遺伝子の塩基置換重複、欠質や短縮がある。その結果、タンパク質は全く機能しないものや、効率的に機能しないものとなったり、より迅速に分解されたり、十分量が存在しないものとなったりする。CFTR 遺伝子の変異は、ヘテロ接合型の個体に選択的優位性を与えている。 可能性がある。変異型 CFTR タンパク質を発現する細胞は腸チ,チフスの原因菌であるサルモネラの侵入に抵抗性を示し、変異型 CFTR を1コピーだけ持つマウスは、これら毒素による下痢に抵抗性を示す。高カ素イドで最も一般的な変異には次のようなものがある。デルタ F508 は7番染色体上の CFTR 遺伝子の507番から508番のアミノ酸を高度する領域で3つのネクレオチドが結出した変異であり、CFTR タンパク質からは508番のフェニルアラニンが失われる。デルタ F508 変異によって産生されるフェニルアラニン残機を書いた異常な CFTR タンパク質は適切なフォールディングが行われない。 このタンパク質は、さらなるプロセッシングのための小胞体からの移行が起こらない。この変異を2コピー持つことが脳法性繊維症の最も一般的な原因であり、世界中で観察されている変異の約に3を占める。影響、CFTR タンパク質は主に水臓、腸、呼吸上皮、外分泌腺で発現している。適切なフォールディングが行われた場合には、 CFTR は細胞膜へ移行して膜タンパク質となり塩化物イオンを細胞外へ放出するチャンネルの開口を担うとともに他のチャンネルタンパク質によるナトリウムイオンの取り込みも同時に阻害する。これらの機能は水を細胞外へ運ぶ浸透圧を形成するイオン勾配の維持に寄与する。デルタ F508 ヘニーは CFTR の誤ったフォールディングを引き起こし、タンパク質は最終的には消胞体内で分解される。この変異を2コピー抱える個体では、CFTR タンパク質は細胞膜に全く存在しなくなり、重要なイオン輸送機能が行われなくなる。ホモ接合型デルタ F508 変異では、CFTR タンパク質は細胞膜の正しい位置に存在しなくなる。 その結果、細胞内の水分保持量は増加し、それに伴って細胞外は脱水状態となり、体の様々な部分で影響の連鎖が生じる。そうした影響としては、期間の上皮の粘膜の飛行、粘液の粘性の増加と、粘膜専毛系の自由な運動の阻害による軌道の閉塞、胎児の発生過程での粘液の粘性の増加による先天性生間欠損症。 粘液による水管の閉塞による膵臓の機能不全、細菌が繁殖する栄養豊富で濃厚な粘液の蓄積による呼吸器感染症のリスクの増加などがある。これらは遺伝子疾患である脳放性線一症の症状であるが、デルタ F508 がこの疾患の原因となる唯一の変異であるわけではない。ヘテロ接合型デルタ f 五百八変異では CFTR の機能不全、 または、不在のために細胞膜を挟んだ安定なイオン勾配を維持することができず、一方でこのことは下痢の際の水分喪失の低下をもたらす。一般的には CL と NA の双方が細胞内に蓄積するため、細胞外が低浸透圧となり、水は浸透によって細胞内へ拡散する。いくつかの研究では、ヘテロ接合型変異の保因者は、 様々な症状のリスクが高いことが示されている。例えば、脳法性繊維症の原因となる変異のヘテロ接合型としての保有は、軌道の反応性の増加と関連していることが示されており、肺機能の低下のリスクがある可能性がある。また、全面を伴うヘテロ接合型変異は、肺機能の低下や慢性閉塞性肺疾患の発症と進行の リスクが高いことが示されている。脳法性繊維症の原因となる遺伝子が一つでも、あれば、感染がない場合でも肺に、軽度の異常が生じる、可能性がある。気候、CFTR 遺伝子は7番染色体腸ワ9 Q31.2 に位置し、1480アミノ酸からなる配列を、高度する。通常、 507番目のアミノ酸に対応するコドンの DNA 配列は ATC であり、メッセンジャー RNA 上では AUC となってイソロイシンをコードする。そして508番目はフェニルアラニンをコードする TTT で、メッセンジャー RNA 上ではウーとなってフェニルアラニンをコードする。デルタ F508 変異では507番目のコドンの3番目。 c g 塩基体と508番目のコドウンの最初の2つの t a 塩基体が結出し ATT の DNA 配列が残される ATT はメッセンジャー RNA 上では合うとなり合うはイソロイシンをコードするため507番目のアミノ酸は変化せず508番目のアミノ酸であるフェニルアラニンが結出した形となる有病率効果ソイドでは 約30人に1人が少なくとも1コピーのデルタ F508 変異を保有している。CFTR 遺伝子の双方のコピーに、この変異が存在すると、常染色体劣性遺伝疾患である、脳放性繊維症が引き起こされる。この変異は5万2千人年以上前に、北ヨーロッパで生じたと推定されている。若いエレイルエージは、過去の自然選択の結果である可能性がある。 このような有害な変異が自然選択の過程で維持されてきた理由として、この変異が1コピーだけ存在する場合、これらに感染した際の水分損失が軽減されるというプラスの効果をもたらされる可能性があるという仮説が立てられているものの、病原性のあるこれら金ビブリオカレーがヨーロッパにもたらされたのは18世紀後半である。他の仮説としては、 CFTR はサルモネラが、腸管上皮細胞へ侵入する際の受容体として、働くことから、デルタ F508 のヘテロ接合型保因者は、腸チ,チフスに対してより高い耐性があるとする説がある。デルタ F508 のヘテロ接合型変異は、全息の患者に多く見られ、非保因者に比べて、肺機能が低い可能性がある。CF の原因となる。 変異のヘテロ接合型イン者は一般集団と比較して慢性副鼻腔炎の有病率が高い。ヨーロッパにおける CF の症例の約50%はデルタ F508 の保も接合型変異によるものであり、デルタ F508 の荒れる頻度は約70%である。残りの症例は R117H1717 から 1GA。 2789プラス 56GA など他の1500種類以上の変異が原因となっている。これらの変異が互いに組み合わされた場合や、あるいはデルタ F508 が1コピーであっても CF の症状が引き起こされる可能性がある。特定の症状と特定の変異との関連付けは行われているものの遺伝子型と CF の重症度との間に強い。 相関関係は見られない。人の CFTR の脱輪酸化、ATP 非結合状態の全体構造。PDB5 億。CFTR 遺伝子の長さは約189キロバイトであり、27個のエクソンと26個のイントロンからなる。CFTR タンパク質は1480アミノ酸からなる、糖タンパク質である。 タンパク質は5つのドメインから構成される。膜貫通ドメインは2つ存在し、それぞれ6本の α ヘリックスから構成される。これらは細胞質に位置するヌクレオチド結合ドメインによって連結されている。NBD1 は調節ドメインによって TMD2 と連結されている。R ドメインは CFTR 特有の構造であり、他の ABC 輸送体には存在しない。 イオンチャネルは R ドメインが負荷によってリン酸化され NBD に ATP が結合している時にだけ開く。タンパク質の C 末端は PDZ 相互作用ドメインによって細胞骨格に固定されている。変異を有する NBD1 の構造ではホモを両体に組み立てられることが示されている。CFTR は肺内部の細胞で水分子と CL イオンの流れを制御する。 チャンネルタンパク質である。CFTR タンパク質が正しく機能している時にはイオンは細胞内外へ移動す。しかし CFTR タンパク質が機能不全となるとイオンは CFTR チャネルに阻まれて移動することができなくなる。このような状態は脳放性繊維症で見られ肺には濃厚な粘液が蓄積する。 CFTR の機能はリン酸化と ATP に依存したアニオンチャネルであり、特定のアニオンのコンダクタンスを増加させ、電気化学的勾配に従って移動させる。ATP によって駆動される CTFR のコンフォメーション変化は、アニオンが電気化学的勾配に従って、膜を越えて移動する際のゲートを開いたり閉じたりする。これは、他の ABC 輸送体とは、 対照的であり、これらでは ATP によって駆動されるコンフォメーション変化によって、気質の電気化学的勾配に逆らった膜を越えた移動が行われる。本質的には CFTR は開いたコンフォメーション状態で漏れる壊れた ABC 輸送体として進化した4チャンネルである。CFTR には2つの TMD が存在し、それぞれ NBD と連結されている。 CFTR には R ドメインと呼ばれる他のドメインも存在する。ABC 輸送体スーパーファミリーの他のメンバーは原核生物で栄養素の取り込みに関与していたり、深核生物で様々な機質の搬出に関与していたりする。ABC 輸送体は ATP の加水分解による自由エネルギーを機質の電気化学的勾配に逆らった。 細胞膜を挟んだ移動に変換するために進化したものである。ABC 輸送体には2つの主要なコンフォーメーションが存在し、1つは、墨に結合部位が細胞室側を向いた内向きの状態、もう1つは外向きの状態である。各 NBDA の ATP の結合は、NBD の二量体化を引き起こし、膜貫通ヘリックスの再配置をもたらす。 これによって積み荷結合部位のアクセス性が内向きから外向きへ変化する。ATP の結合とその後の加水分解によって内向きと外向きの積み荷結合部位が交互に露出することで電気科学的勾配に逆らった位置方向への積み荷の輸送が保証される。CFTR では内向きコンフォメーションと外向きコンフォメーションを繰り返すことでチャンネルの開口と平行が行われる。 特に NBD の二両体化は外向きコンフォメーションへの移行と協約しており、アニオンのための開いた膜貫通経路が形成される。その後の加水分解によって NBD 二両体は不安定化され内向きコンフォメーションが有利な状態となり、アニオン透過性経路は閉じられる。CFTR は、肺、肝臓、膵臓、消化管、女性器、 男性器など多くの器官の上皮細胞に存在する。肺の軌道では CFTR は肺炎類細胞と呼ばれる少数の特殊な細胞で最も高度に発現している。皮膚では CFTR は皮脂腺とエクリン腺で強く発現している。エクリン腺では CFTR は肝管を構成する上皮細胞の超胆膜に位置している。通常、 CFTR は塩化物イオンやチオシアン酸イオンの上皮細胞から気道液や粘液への移動を可能にする。まさに帯電したナトリウムイオンも受動的に輸送されて粘液中の送電解出濃度は増加し浸透圧によって水が細胞外に移動する。気管支や卵管に並ぶ運動性の専門を持つ上皮細胞では CFTR は 上端膜に位置しているが、繊毛には位置していない。一方、上皮性、ナトリウムチャンネルは、繊毛全長にわたって位置している。感染での CFTR の血管は塩化ナトリウムと、チオシアン酸ナトリウムの再吸収の低下を引き起こし、汗の塩分が高くなる。このことは、脳法性繊維症の臨床的に重要な検査である、汗試験の基礎となっており、 遺伝子スクリーニングでの診断に利用されることも多い。CFTR は次に挙げる因子と相互作用することが示されている。CFTR は死者薬クロフェレマーによって阻害される。CFTR は関連する疾患の治療のための薬剤標的となっている。イバカフトルは CFTR に特定の変異を有する脳法生成異症患者を対象として2012年に FDA の承認を受けた薬剤である。イバカフトルは、バーテックスファーマシューティカルズが、農法生成衣装財団と共同で開発した薬剤で、病気の症状ではなく、根本的な原因を治療する初めての薬剤である。2012年で最も重要な新薬、A ワンダードラックとも呼ばれたが、年間30万米ドル以上の費用がかかる、最も高価な薬剤の一つであり、 バーテックス社には、高額な費用に対する批判もある。ありがとうございます。